りーちゃな、かりん、ちゃっかり。今日は前回やった相方にランダムメイクをしてもらったらこうなりましたみたいなやつあったじゃないですか。それの反対バージョン、私がりーちゃなにメイクをする、りーちゃなは袋の中からコスメを掴み取るっていう感じなんで、今日もコスメお互いのたくさん準備したんでちょっと入れていきたいと思います。やばくないよ。リチャなら今から袋から見ない状態で引いてもらって、私はメイクしていきたいと思います。もう今、ファンデーションと下地をしてる状態なので、コンシーラーから始めていきます、はい、コンシーラー引いてください。多すぎて、そうあってもさ、触れるところに少ないわ。コンシーラーだってこの中で2本しか入ってないからね。いきます。はい、せーの、はい。涙袋のとこに入れるやつね、やばいよ。もう前回のカラーラン始まっちゃってない？なんかやりづらいなと思ったよ。クマ消えたわ。クマ消えた、クマ消えた。フェイスパウダーポンポンポンってするやつで、はい、見つけた。せーの、はい。おー、私のです。ね、タイムシークレットのフェイスパウダー。じゃあこれはもう適当にトゥントゥントゥンってやるだけじゃないですか、うん、はい、オッケー。これは変わんないね。眉毛、ここで運命決まると言っても過言ではない。せーの、はい。あ、でも一番いいよ。うまいこといけばいけそうじゃない？うまいこといけそう。タンメイクの本当アイシャドウ、眉毛か、うん、悪くないよ。間を埋めてるだけだから今。どう？え、いい感じ。うまくない？眉マスカラもうさ、ついでに眉マスカラね、色がね、これに馴染むようにね。テーマ練習を秋に向かう先取りメイク、後付けなんだけど。せーの、はい。おお、リアル眉マスカラ。リアル眉マスカラ。塗ったやるとさ、取った色がさ違いすぎてさ、メッシュみたいになってるよ。色が違うんだよ。グラデーション。アイシャドウベース。これで私がカラーランになっちまったってわけ。せーの、はい。あ、いいよ。でも、まあ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 。頑張ったらラッキーになる。はい。チーク。いいよ。テーマに沿ってる沿ってる。悪くないよ。どう？ほら。こうやって薄めにしたらわかる。こんな感じでーす。アイシャドウ。リチャの顔、アキコ。いきます。シャドウ。せーの。はい。あ、いいよ。系統悪くないよ、でも。まとまりのある色をね。なんか今さっきの濃くしただけみたいな感じなんだけど。え、いい感じじゃない？オッケー。次が、じゃあ、あれしよう。涙袋に入れる、シャドウ、うん。はい。せーの。じゃん。ちょっと濃いかなーみたいな、うん。そういうテンション。大丈夫。編集徹夜3日目じゃない。大丈夫？じゃあちょっとラメ入れたいからラメお願いします。ラメね、はい、はい、せーの、チン。あ、またなんかねえ、でもいいよ、赤くまたチーク行っちゃった。チークでございます。で、こっから見ないでいただいて、うん、ピエロじゃね。今回のテーマ、うん、カエルは秋じゃなくて、うん、金魚メイクにするわ。金魚メイク。次アイライナー、金魚メイクにしよう。いきます。はい、はい。おー、これ私の涙袋だ。いや、これでアイライナーで。あ、でもなんか今流行りのやつっぽいよ。近づいてみて。ほら、なんか一気におしゃれ感出ちゃった。なーによ、もう。マスカラぽいな。はい。はい。はい。おう、マスカラ。あ、でもこれ、バーガンディみたいな色のやつ。へぇ、ほら。やだー。でも可愛いか。可愛い。だって金魚の。そうだよ。まつげなんか。では。目の前行ってもらって。いい感じにまとまっちゃったなって感じ。じゃあ次。なんかもうちょっと私の時みたいなカラーランスとかない？なんかもうちょっと。あるよ。多分いっぱいあるよ。ハイライトなんて。せーの。あー、わー。でもいいよ。ハイライトにできそうな部位あるから。ある？なんとなく。どこにしようかな。いや、私顔平たい族だからさ。うん。ノーズシャドウ入れてほしいんだけど。うん、入れよう。シェーディングってやつな。うん。ね、一気にアバター感出てんだけど。わかんないの、やだ。シェーディング。立体感を顔に生まれさすために、茶色のシェーディングをお願いします。いきます。意を消していくのだ。せーの。はい。はい、終わりました。お疲れ様です。でも、何？でもに続く言葉を聞こう。何？でも？ピンクだから。金魚には忠実っつって。赤系じゃん。なんだろう、やめとくわ、後で言うわ。いい感じ、いい、いそう、いそう、いい、いそう、いそう。顔平たいじゃん。卒業、うん、卒業はした。確実に卒業はした。マジ立体、鼻にめっちゃ立体感生まれてる。じゃあ次、チーク。せーの、はい。あ、クーの、これ本当にチーク？チーク。あ、本当だ。でしょ。頬紅って書いてある。そう、使ったことないから使いたかったの。ここデビュー？結構すごそうだよ。
ちっちゃい声でごめんって言うね。これね、なかなかね、使い方がね、むずい。わかんないの、やだ。で、最後、リップ。いきます。お願いします。せーの。コンシーラーか。いや、なんでまだいけるみたいな気持ちを持ってんの。でもさ、こういうの流行んなかった？あのさ、ツーちゃん世代。うんうん。ポップティーのツーちゃん世代にさ、キャンディードールでさ、こういう色でさ、めちゃめちゃ唇の色を消すの流行ったんだよね。では、完成しました。じゃあ鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰？これ顔、平たい族卒業してるよね。してるよ、完全に。立体的だよ。立体的。テーマあります、うん、アバターの暖色バージョン。唇どこみたいな感じになってるからね。ね、めちゃめちゃいい感じ。こんなプラスチックのことある？すごいのよ。それがバカっぽいよね。いや、そこだけじゃないでしょ。なんでほっぺだけだと思ってる。眉毛とかだって全然。眉毛はなんかうまいことやっちゃったけど。ちょっとグラデーション。目の下のさ、うん、赤良くない？なんか。ねえ、なんでこのさ、メイクについてそんなにプラスチック？今のままじゃこの顔面でなんかどっか飛び出てく勢いのなんかプラスチックコードなんだけど。確かに。でもこう家のね、時間が増えてると思うから、うん、なんか友達とこうやってやって、うん、任せるのはあり、うん、なんて皆さんもやってみてください。はい。